レッツゴー、ワンショットチェンジ。予選スタート。いきますか。3度目の正直、今度こそ頼むぞ R35 GR4。 ちょっと壁にぶつかったところもあるけど大丈夫だろうか。ゲームスタート。ウォーウォー、やよしのステージングゲームズ。Hello everyone! I am やよしの。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、毎週恒例ワンショットチャレンジの時間がやってきましたので、やっていきたいと思います。3度目の正直でございます。もう GTR 今度こそ勝たせてくれ。もう今度こそ勝たせてくれ。頼むからマジ。もう頼むよほんと。もう、悲劇に会いたくない。行きます。もうほんと勝たせてくれ。毎回トラブルに見舞われるわけにはいかない。3、2、1、スタート。しっかり行こう。ほんと真剣にいただ行かせていただきます。おっと、まあただここは慎重にやれば大丈夫なものですので、まあ予選でね壁に当たってしまって、まあいや壁に当たってしまったもののこのポジションという、これもチャンスでしょうという。ここデス試験に真面目に行かないと絶対ペース遅れてしまいますので、っていうか早いな。やべ、デス試験うまくいくとこうなるな。よし出せ。よし R35、 いいねこれ。3度目の正直ながらにもいい走りしてる。本気でちょっと勝ちたい気持ちで挑むことになればちょっと負けるわけにいかないからな。 R35GR4 でもう何度も負け続けてきてるから、
あの時もあの時も。まあそれはやはりモツァサーキットの時も、あれレイクマジョーレサーキットでも誰よりも苦労してきてるのはこの GTR だけだからね。今回はここのコース冷静に行かせていただきますが、まあ、このコースは楽しいというのが自分にとっては一番かな。まあまあ、難しいですし、やることは続くでしょう。さあ2周目、やべえ、いかん、ぶつかった。大丈夫、いや大丈夫、いや強くタッチしてしまった。まあただここは真面目に行かせて、これちょっと後ろ譲っていただかないか、いただかないとまずいから。めっちゃ構成してんな。ふっ、よし、うまくいった。めっちゃ構成してる、めっちゃくちゃ構成してる。入って、もう負けるわけにいかない。おお、危ねえ。ここは前譲るか。そっ、君も入るの、君も入る。ああ、仕方ない、ここは譲るか。ちょっと8番手に戻りたいんだが、いやー抜かされた。いや、まだまだ、伸びるかな。いや、10番手スタート。3周目、いや、まだアートだからな、ここは抜かせないか。いやー、デスしかいいね、ミスってる。その間にこっちへ行く。そこ、これが走行パワー、いいね、希望に満ちてる。いいね、走行が溢れ出してる、すごい。いや、あとこれ、この RCZ を抜かせたら抜群というか完璧なんだが、なんか今回は冷静沈着になってるけど、なってるけど、いや、レース慣れしてきてるとこうなっちゃうのか、まあ分からえませんがね。いや、今のちょっとこれは3周、いや3速の方が良かったか。いいよ、でこう巻いて、あー、後ろは、まあ、まあ、遠くは離れてる。いいね。次はファイナルラップ。ファイナルラップ。で、ここ3で止まって。いいよ、これ、これ本来の力出し切ってんな。前に戻った気がする。前に戻った気がするというか、すごいうまいプレーしてる。あ、後ろの方を押してまた、ラッキーだな。
まだここは寝かせるようなもんじゃない。いや、まだいける、まだいける。ふれ、よし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 、いいペース、いいペースだ。ちょっとここは、ここはアートにいて。なんですり抜けたの君。なんですり抜けた君は。ステレス状態か。最終コーナー。うおっつぁじゃあでもな、向こうの方闘争心強すぎでしょ。おっと急に押し出してきたが、まあでも悪くはない。8番手スタートだったから1つ上がって7位でフィニッシュしたと。まあ良いじゃない、良いのではないでしょうか。いやー、ただな、まあぶつかっていることにうわ間違いないか。クリーンレース17連続が、まあでもまあ去年のようなアクシデントはなかったので7位、対戦ありがとうございます。まあまあ、まあ、良かったかなと。改善点はあるけれども。はい、というわけで、デリデスビーのドラゴントレイル C サイド2に、こちらの GTR-GR4 でワンショットチャレンジやっていきました。まず、8番手からの外で7位でフィニッシュしたというわけで、3度目の正直にしてはまあ良かったかなと思います。まあただ一つ挙げるとするなら、まあ相手との接触とかですね。っていうわけで、あの最終コーナーで RCZ を乗車していた選手がいきなり幅寄せしてきたのですが、一体何なんでしょうかね。何だったのでしょうあれは。ちょっとよくわからない行動でしたけれども、まあそこはもう気にせず、まあ反省点も含めて、まあそれ以外はまあいい走りできたかなと思います。まあペースもね縮めて、ですぐに追いつけるようにまあ走り切れたというのも相まって、まあ良かったかなと思いますので、まあ次はね、まあ接触せず無事に抜かして、上位へ行けるように、駆け抜けていきたいと思います。いやー、ありがとう R35、本当に良かった、お疲れ様、次のレースもよろしく。はい、というわけで、もしよろしければチャンネル登録&グッドボタンをチェックよろしくお願いいたします。その他 Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひともフォローチェックよろしくお願いいたします。それではまた次のステージでお会いいたしましょう。最高のステージでお会いいたしましょう。 See you again on the next stage. See you.